美味しい名店のカレーを行列に並ぶことなく楽しめる。京王電鉄が沿線の魅力を再発見する新たなサービスの提供を開始しました。千歳烏山の人気店ハバチャルのチキンカレーに、笹塚にあるジャイヒンドのキーマとナスのカレー、京王線沿線にある有名店のカレーが受け取れるようになったのが、駅の専用ロッカーで受け取れるサービスを展開する京王電鉄が新たな商品の取り扱いを始めました。それがカレーです。今月から京王電鉄は既存の駅のロッカーでさまざまな商品を受け取れるサービス、トレクルでカレーの取り扱いを始めました。京王線沿線の行列ができる有名店5店の人気カレーなどおよそ40種類が店に行かずに購入することができます。受け取れるのは新宿や明大前、調布など6駅の専用ロッカーです。多くの人にご利用いただけるというところで、今回は地域のカレーの店舗と連携して今回商品を提供しているところでございます。利用者が LINE の専門サイトでカレーを注文すると、トレクルの商品受け取りに参りました。はい、配達員は中が5度前後に保たれた専用のケースに商品を入れてお店を出発します。その移動手段も、京王線の電車に揺られてたどり着いた先には温度管理がされた冷蔵ロッカーがあり、店舗から運んできた商品をそこに保管します。購入者は午前10時までに注文すると、最短で当日午後4時ごろから指定した駅のロッカーでカレーを受け取ることができます。実際に運ばれたカレーのお味は、行列店のカレーが並ぶことなく自宅や職場で楽しめるのは嬉しいですね。うん、スパイシー。新たに始まったカレーの運搬サービス、新サービスは利用者だけでなく店舗側にもメリットがあるといいます。店の中以外に広げようと頑張ってきてたんですよね。それがついに電車ですよ。めちゃめちゃ遠くまで届けられますからね。もうちょっと最高です。美味しかったから電車乗って来ちゃおうかなって、簡単に来れますからね。そこも期待してます。京王電鉄はサービスのさらなる充実も視野に入れています。現在も多くの店舗に入りいただくような形で、いろんな業種ですね、またカレー店も含めて検討しておりますので、多くの商品をお客様に提供できる、また沿線の魅力というところを再発見いただけるようなシステム、サービスを構築していきたいなと考えております。コロナ禍で拡大したフードデリバリー、今新たな形が広がりを見せそうです。